やっぱり竹本の水泳への集中力を勉強に生かしてみて正解だったな。ゆいがくん偉い。まったく、なぜ私までこんなことを。自分の勉強はあまり。リーズリーもありがとう。何をするんですか。何って、せっかくプールで水着なんだし泳がなきゃね。確かに。いや、私は。あれ、もしかしてリズリーも泳げなかった。心外です。あまり見くびらないでいただけますか、竹本さん。いやー、りんちゃん。リズリンってさ、結構意味もなく強がるよね。めちゃくちゃ同類じゃねえか。